混合インコ。混合インコは、インコ科の多くの属のうち以下の6属に分類される、大型の色鮮やかな新世界、南北アメリカ大陸産のインコの総称である、アラ、属、アノドリュンクス属、サイアノシタ属、プリピルーラ属、オースシタカ属及び、大シタ家属。インコ科の中では体調及び翼長が最大の鳥である。 ただし体重は飛べないインコであるフクロウオウムの方が重い。インコは大使足で、おののの足に4本の後、足指を持ちきつつきのように、2本が前、2本が後ろを向いている。その野生の生息地は樹林帯、特にメキシコや中央、南アメリカの熱帯雨林である。スペイン語ではグアカマイス、グアカマヨス、ポルトガル語ではアラリス、アララスと呼ばれている。 現在、大多数の混合インコが野生では、絶滅に瀕している。5つの種はすでに絶滅しており、青混合インコ、英名、スピックス、エスマッコウ、学名、サイアノシタスピキシーは、すでに野生で絶滅していると考えられている。また、海青混合インコ、英名、グロカスマッコウ、学名、アノドリュンクスグラウクスも、おそらく絶滅しており、 20世紀に2件の信頼できる目撃の記録があるだけである。混合インコの個体数を脅かしている。最も大きな問題は、急激な森林破壊とペット取引のための不法な捕獲である。混合インコは、ナッツや果実を食べる。さらに様々なものをかじったり噛み砕いたりする。彼らはその振る舞いにおいて、多大な知性を示し、持って生まれた好奇心を満たすため常に、 知的な刺激を受けていることを必要とする。混合インコは100年以上生きると言われてきたが、おそらく平均50年という方が、むしろ正しいであろう。大型の混合インコでは65年に達するものも、あるかもしれない。彼らは、一夫一妻で生涯連れ添う。飼育下ではつがいを組んでいない。混合インコが第一に懐くのはたった一人の人物、つまり飼い主である。 ペットの混合インコは飼い主と常に交流していることを生きがいにしており、これが欠けると精神的、肉体的な障害につながることがある。この他にこれほど緊密でない結びつきもあり得るし、大抵の混合インコは攻撃的な行動にさらされなければ、ほとんどの人を信頼するので、慣れ親しんだ人物が一緒にいるならば見知らぬ人物によって扱われることすら可能である。 飼育家の混合インコは時に問題行動を起こすことがあるが、最も起こりがちなことは噛みつくこと、叫ぶこと、そして毛引きである。毛引きは野生の状態では普通起きることはなく、このことは毛引きが飼育家の生活に起因する神経症の結果であることを強く示唆している。ほとんどのペットの混合インコはたった2世代か3世代前の先祖が野生の生き物であったし、 またどんな妥当な定義に照らしても真に家畜化されてはいない。このことは、例えば犬などとは随分違っている。犬の家畜化は、はるか4万年前にまで遡るとする推測もある。すべての種類の混合インコは、非常にパワフルで大きなくちばしをしており、子供にであれ大人にであれ無視できない障害を与えうる能力がある。その声は、 長い距離を通して伝わるように作られており、そのため彼らは極めてやかましくなりがちである。これらの理由により、混合インコは一般家庭で飼うことが非常に困難なペットとなっている。混合インコの知的レベルと人々が人慣れしたペットに普段使っているような刺激に対するその否定的な反応からさらに厄介な問題が生ずる。混合インコの国際取引は ワシントン条約 CITES 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の下で違法とされている。ペットとして売買されるものは飼育下で繁殖させられた個体でなくてはならない。近年混合インコのハイブリッドをペット取引のために作ることが一般的な傾向になってきている。ハイブリッドは標準的な混合インコで 本来の種との違いはその起源と色合いだけである。傾向としてハイブリッドは両親の中間的な特性を持つが、外見は父親の遺伝子の影響をより強く受けるようである。気象や行動に関して言えば彼らは両親の最良の部分を受け継ぐようであるが、これは両親が共に攻撃的な性格でなければの話である。一般的なハイブリッドとしては、ハルクイン、ハーレクイン、 ルリコンゴウインコ X ベニコンゴウインコやカタリナ、カタリーナ、ルリコンゴウインコ X コンゴウインコ、オーストラリアではレインボーともなどがある。野生におけるコンゴウインコの多くの種が絶滅に瀕しているので種の維持を確実にするために飼育されているコンゴウインコの純粋繁殖ストックを維持する必要がある。ハイブリッドを作るということは入手できる 遺伝子プールを薄めてしまうことによって種の絶滅を加速するということに他ならない。混合インコは彼らが食べた有毒な種子の解毒剤として粘土を食べることで知られている。科学者たちは粘土に含まれる化学物質が毒物と混合されることで鳥の消化器系を無害で通りできるようになることを発見した。エイブラムソン、J、スピア、BL、アンドトムソン、 JB1999 The Large Mark Course The Acare and Breeding Rain Tree Publications CA 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。